はい。皆さん、こんばんは。マンテンさんです。配信遅れて申し訳ございません。ということで、早速見ていきたいんですが、えー、今回459回で、えー、こういう結果になっております。えー、今回はね、えー、当選、えー、一等当選に2口出てましたね。当選された方おめでとうございます。ということで、えー、早速見ていきたいんですが、えー、今回はですね、えー、C セットなんですけども、この C セットの傾向通りに出たという形になっております。えー、どういうことかと言いますと、 えそうですね C セットは、えーそうですね、特にその5の列が、まあ、思いっきり出にくいってね他のところに比べてっていうのがもう,もう如実に出てますねこれはもうそうですね5以外1つ以上出てるのに5だけ出てないっていうね まあこういうパターンですね。それからですね、えー、C セットは特にね、えー、と1の桁が、えー、他のところに比べて圧倒的に出やすいっていうのがあるんですけど、それも、えー、出てますね、4つ出てますということで、えー、他の、えー、それぐらいですかね、今回の傾向としましてね、はい。えっ、ー、と、来週の,よ、えー、とけあの予想ですけど、えー、違う。 えーとね、今回はこの7が、まあ、その3回連続で出てるっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとこの辺の、ね、塊とか形を気にしながらちょっと、えー、数字決めていきたいと思います。ということで、えー、と来週の460回の私の予想は、まあ、G セット狙いでこういう形になっております。 えとえーね、またデータ見られたい方はえ、リンク貼っておきますんで、そちらの方をご覧ください。ということで、えー、また来週、さよなら。